日日草です。皆さん、日日草って一年草か多年草かご存知ですか？どうも多年草らしいですね。私もなんか一年草だと思ってたんですが、もうすでに、この日日草は5年もっと経ってるかもしれませんね。小さいのもらってきて、まあ秋にはいつも植え替えてたんですが、まあ、今回はよく咲いてくれるんで、そのまま今日まで、咲かしてしまいました。何度か切り戻しをしたんですが、もうすでにだいぶ伸びきってますので、ここらで思い切って詰めていきたいと思ってます。剪定した時には切り口を消毒するというね、なんか薬があるらしいんですけど、私は今まではそんなことは一度もしたことなくって、日日草は丈夫ですよね。本当に思い切ってということで、切り始めるとキリがないですね。どこまでどれに切ったらいいかというのは、園芸家の方には怒られるかもしれませんが、まあ、思い切って詰めて、葉っぱですね、芽の部分を10箇所ぐらい残してたらいいかなというふうに思ってます。根っこはだいたい4分の1ぐらいでしょうかね、残すのは。あとは新しい土に変えてあげようかなというふうに思ってます。鉢を洗って、そして網をちょっと引いてですね、あと土を入れ替えてきます。ただ下にちょっとシンビジウム用の粗めの石を入れました。結果的に芽というか葉っぱの部分を10箇所ほど、長さはやっぱり7センチか8センチですか、というところで綺麗にさっぱりと終わることができました。しばらくは室内なんで、
毎朝見るのが楽しみですね。春になったらまた結果を報告したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。失礼いたします。